みなさんこんにちは、神戸電鉄親善大使のみのりと木下ひなたです。本日は港川駅にやってきています。ひなちゃん来るの久しぶり？久しぶりやと思います。久しぶりに港川駅にやってきました。今日はですね、7月から開催されて11月4日までね、開催しております新鉄子どもクイズラリーに2人で挑戦しようと思っております。どう？意気込みありますか？わからへん。いけそう。意気込みたっぷりの2人で本日はこのクイズラリーに挑戦していきたいと思います。では行ってきます。たのしんチャンネル。このクイズラリーの回答用紙はそれぞれの開催駅の駅置きラックに回答用紙が入っております。似たね回答用紙もあるのでタイトルをしっかり見ていただいて間違えないようにしてください。こちらです。しんちゃんが目印かな。改めまして新鉄子どもクイズラリーについて説明いたします。こちらのイベントは参加費無料、事前申し込みが不要のイベントとなっております。筆記用具だけ必要になりますのでこちらは持参の上ご参加ください。そしてですね、開催駅ですがクイズがあるのはチラシにも書いてありますが、こちら港川駅、すずらん台駅、西すずらん台駅、押部谷駅、谷上駅となっていて、どこから始めていただいても大丈夫ですのでお好きな駅からスタートしてみてください。またですね、別途乗車運賃は必要となってまいりますので新鉄の企画乗車券などをご利用いただきましてお得に楽しんでみてください。期間中に全ての該当するクイズに答えていただきまして、すずらん台駅の駅長室まで来ていただきますと子ども駅員証がプレゼントしてもらえるといったイベントになっています。駅員証、どんなんかな。金色。どんなんがもらえるか私たちはまだわからないので回答していきたいと思うんですけど、電車がお好きな方とかね、新鉄がお好きな方はぜひ挑戦してみてください。こちらの港川駅でもクイズがあるということなので早速クイズ探しに行ってきます。せーの、おお。
ネル。子ども駅員証もらいました。結構いいね、見てみて、しんちゃんが乗ってます。ひなちゃん、このクイズラリーどうでした？めちゃくちゃ楽しかった。楽しかった？簡単やった？難しかった？普通よりは難しい方にやってる。結構ね、意外とちょっと悩む問題だったり、引っ掛けチックなやつもあって、うん、大人の方とかね、もう楽しめるし、電車好きの方はね、もうめちゃくちゃ楽しめるようなクイズラインになっておりますので、皆さんもぜひね、子ども駅員証ゲットしてください。私たちはね、1日で回ったんですけど、開催期間中でしたらいつ回答いただいても大丈夫なので、お好きな時にどこかの駅に立ち寄ったついでなどに楽しんでみてください。みんなもね、同じ駅員証をゲットしてください。ちなみに子ども駅員証ですが、大人の方もゲットできます。それでは皆さん、またお会いしましょう。またねー。